爬虫類たちの隠れ家バスタンハウス。今回は前回お迎えしたセイブシシバのヘビにピンクマウスを与えていきます。早速食いつきよく食べてくれてます。ピンクマウスのサイズは S サイズになります。もぐもぐタイム始まりました。ここでセイブシシバのヘビとはどんなヘビ？簡単にサクッと紹介します。体長40センチから60センチで寿命15年から20年程度。砂漠の草原や半砂漠地帯で生活しています。特徴は反り返った鼻先がイノシシの鼻みたいだとシシバのヘビと名付けられました。鼻先で穴を掘るのが得意です。それとこんなに可愛いのに毒がありますと言っても毒性は弱く害はないらしいですが、でも長時間噛まれたら傷口がズキズキして痛いらしいです。痛いのは嫌だし噛まれないように気をつけましょう。セイブシシバのヘビの飼い方はケージ、床材、シェルター、水入れ、パネルヒーターが必要です。適温は25度程度が好ましいみたいです。餌は毛のないピンクマウスが消化が良くていいらしいです。ファジー、ホッパーなども食べやすいみたいです。もぐもぐ食べる姿が何とも言えないくらい可愛いです。セイブシシバのヘビベビーの餌やりでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。